皆様こんにちは。清瀬市の副市長の瀬谷でございます。本日は大変お忙しいとここの清瀬アカデミアにご参加いただきまして誠にありがとうございます。皆様ご存知の通り、この清瀬市には小さい町ではございますが、三つの大学がございます。この三つの大学は、いずれも医療、福祉系ということもあり、この三大学と市が連携をして、個性豊かで、活力に満ちた地域社会づくりをしていこうと、平成26年に、包括連携に関する協定を結びました。その2年後、平成28年より、清瀬市と三大学の連携事業の一環として、この清瀬アカデミアが開催されることとなりました。平成30年に2回目を開催し、その後コロナ禍というようなこともあり、今日は久しぶりの3回目の開催となります。今回は、がんとの向き合い方をテーマに、当事者の立場から、NPO 法人熊谷ピンクリボンの会の栗原様と大崎様にご講演をいただき、その後、市及び国立看護大学校、明治薬科大学、日本社会事業大学よりテーマに沿った発表をさせていただきます。がんという病は、その昔は不治の病と言われておりましたが、最近では早期に発見すれば治る病気とも言われております。また、がん患者は年々増加しており、国民の2分の1はがんにかかるとも言われております。そんな身近な病となったがんとの向き合い方を、様々な視点からお伺いしたいというふうに思います。発表される皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。今回のアカデミアはコロナ禍ということもあり、無観客、配信のみというようなことで行わせていただきます。この時間が皆様方にとっても有意義な時間となりますよう、心より願っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ここからは皆さんは私のお話を中学生になったつもりで聞いていただきたいと思います。では最初に聞いていただきたい声があります。さてこの声は何の声でしょう。そうです、赤ちゃんの泣き声です。でも同じ赤ちゃんの泣き声でも、これは生まれて初めてあげる泣き声、産声と言います。皆さんも十数年前、このような元気な産声を上げて、この世に生まれてきた命です。その場にいたたくさんの人から、おめでとうございますと祝福されて、生まれてきてくれてありがとうと歓迎された命です。でももし、その命に限りがあったとしたら。これから私が皆さんにお話しするのは、とても悲しいですが、7歳までしか生きられなかった女の子のお話です。大崎理恵、享年7歳4ヶ月、病気と戦いながらも明るく優しく前向きに生きた私の自慢の娘です。3歳11ヶ月の夏、熊谷の花火大会の前から高い熱が出て、お医者さんでもらった薬を飲んでもその熱は下がりませんでした。でも花火が大好きだった娘は、いつものようにみんなで花火見学に行こうというので、熱のある娘を連れて家族全員で出かけていきました。荒川の河川敷の芝生に私が座り、その膝に理恵を抱き、夜空に咲く綺麗な花火の見学をしました。でもそれが最後の花火見学になるなんて思いもしないで。
長引く熱には原因がありました。子供特有の固形がん、神経芽細胞腫という小児がんに侵されていたからです。亡くなるまでの3年5ヶ月の入院生活では、同い年のお友達や優しいお姉ちゃんのお友達もできました。妹のように可愛がっていたはるかちゃんの面倒を見たり、看護師さんと遊んだり、小学校にも入学することができました。たった10日間ですが、大好きなお兄ちゃんと一緒に歩いて、公家小学校まで登校することができました。2回の外科手術や20回以上の化学療法、毎日毎日繰り返されるいろいろな検査、病室の外に自由に出られなかったり、お見舞いに来てくれたお友達や、おじいちゃんおばあちゃん、大好きなパパやお兄ちゃんにもなかなか会うことができなかったり、そんな日々にも何一つ文句や不満を言う子ではありませんでした。体につながっている点滴の管や、生活のスペースが病室の中という環境さえ除けば、キンキキッズが大好きで、キティちゃんが ついてるものを集めるのが好きな、同じ年頃の子と変わらない女の子でした。平成12年1月11日、もっともっと通いたかった公家小学校の1年生の3学期の始業式が終わった時刻、午前10時45分、短い生涯を終えました。がんという病気は、私と主人、両親からは愛おしい娘を、おじいちゃんおばあちゃんからは可愛い孫を、お兄ちゃんからは大好きな妹を奪ったばかりではなく、当たり前にあった日常と、私の生きがいでもあった仕事さえも奪いました。理恵が亡くなった後、私はお母さんとして、いっぱい自分を責めました。どうして健康な体に産んであげることができなかったんだろう。なんでもっと早くこの病気に気づいてあげることができなかったんだろう。理恵の祭壇に向かって謝る日々を過ごす私が一番知りたかったのは娘の本当の気持ちです。本当は辛かったよね。本当は手術って怖かったよね。どうして私だけって。怒ってたよね。でももう亡くなってしまった理恵にこの答えを聞くことはできません。そんな私にその答えをくれたのは、ママに内緒のお手紙のやり取りでした。抗がん剤という強い薬を使った治療が始まると、理恵は全く食欲がなくなってしまい、唯一食べられたのが果物のブドウでした。このブドウが季節的に手に入らなくなってしまうと、私の両親、兄弟、友人、知人がいろいろな場所を探し歩いてくれました。ある時、理恵の病室に一房のブドウが届きました。箱を開けると、そのブドウと一緒に一枚のアンケートはがきが添えられてあり、そのはがきを見つけた理恵が覚えたばかりの文字で、おいしかったよと書いて送ったことから、千匹や丸の内店の皆さんとの文通が始まりました。文通の相手は真ん中のおじちゃんです。理恵がおじちゃんに書く手紙の内容はどういうわけか私には内緒でしたので、なかなか読ませてもらうことができませんでしたが、理恵宛てにおじちゃんから書いてくる手紙を私が読んで聞かせるときに、こんなこと書いたのかなって想像するだけでした。でも、あるとき、お店の皆さんが、理恵ちゃんが書いた手紙はお母さんが持ってた方がいいのではと、ある時娘の手紙が全部私の手元に戻ってきました。一枚一枚を封を開き、理恵の筆跡をたどり読むことで、娘の本当の気持ちが少し分かったような気がしました。その手紙の一部を紹介します。おじちゃんへ、プレゼントありがとう。まだリエちゃんは帰ってなかったから、パパが持ってきたよ。まだお部屋から出られないな。どうすれば出られるんだろう。リエちゃんが送ったらお返事書いてね。おじちゃん、お手紙ありがとう。リエちゃんはお家に帰りました。今日は外来で病院へ行きます。先生の言うことをよく聞いて、お薬を忘れないで飲みます。早く良くなって、ずっとお家にいたいです。おじちゃん、風邪をひかないでね。
リエちゃんも元気でいます。お姉ちゃんたちも元気でね。さようなら。おじちゃんへ、リエは元気です。おじちゃんは元気ですか？リエは誕生日が来たので6歳になりました。本をありがとう、リエより。千匹屋のおじちゃんへ、元気ですか？リエちゃんは今病院にいます。もうすぐ1年生です。4月8日入学式です。それまでに帰りたいです。写真を撮ったら送ります。ランドセルはおばあちゃんに買ってもらいました。この前の外泊の時に机を買いました。ポケットモンスターのマットにしました。行く学校は久下小学校です。お友達のななちゃんと一緒になりたいです。またお手紙書きます。お手紙ください。リエより。おじちゃんへ入学式に出ました。1年2組になりました。一緒になりたがっていたお友達のななちゃんは1年1組でしたので、ちょっとがっかりしていたリエを今でも思い出します。千匹屋のおじちゃんへお元気ですか？リエちゃんは元気です。この前、外泊で学校に行ってきました。5日間行って給食も食べました。お友達がたくさんできました。お名前教えてあげるね。その後にたくさんのお友達の名前が続いていました。リエが亡くなった時の久下小学校の校長先生の計らいで、1年生から6年生までの児童の皆さんが、リエちゃんへと題した手紙を書いてくださいました。その中には、私は砂場のそばでリエちゃんを見たよ。僕は帽子をかぶったリエちゃんと階段ですれ違ったんだよ。そして、リエちゃん、僕はお兄ちゃんのお友達だよ。だからリエちゃんのことはずっと忘れないよ、という手紙もありました。それらたくさんの手紙は、たった10日間しか通えなかった久下小学校でのリエの様子を教えてくれるものでした。娘の手紙はいつも、リエは元気ですで始まり、明日につながる言葉にあふれ、相手を思いやり、大丈夫ママ、リエちゃんは限られた日々を楽しく一生懸命生きたよと教えてくれるものでした。そんな言葉が残された私に語りかけてくるのは、明るさに勝ることなし残る身の天に昇らん幼子の夢。だからママも変わらずに明るく一生懸命に前向きに生きなきゃダメだよ、という二度と声にならないリエの願いでした。私はリエを失った後にもう一つの命を授かりました。そしてリエが大好きだったお兄ちゃんは4年前の秋にパパになりました。この写真は、写真でしか知らないお姉ちゃんの年を倍に超え、今年21になったリエの弟が、リエが大好きだったお兄ちゃんの子を抱く写真です。そしてこれが私の大切な孫です。私を含め、この子供たちが病気もせず、怪我もせず、こうして元気に生きてこられたことも決して当たり前だとは思っていません。命に花を咲かせて、今皆さんが過ごしている今日という時間は、昨日亡くなってしまった人が、もっと家族といたい、もっと友達と遊びたい、もっともっとやりたいことがある。だから生きていたいと願い、それでも叶うことなく訪れなかった明日という日です。皆さんは明日が来ることが当たり前だと思っていますか？1年後の自分は何をしていますか？でももし命に限りがあったとしたら、生かされていること、生きていることの奇跡に感謝しましょう。そして自分自身の命はもちろん、自分の親、兄弟、今隣に座っているお友達、周りの人のすべての命を大切にしてください。今、あなたが生きてここにいることは奇跡なのかもしれません。これで私からの、そして娘リエからのメッセージは終わります。聞いてくださってありがとうございました。ここに熊谷市立荒川中学校3年生男子が寄せてくださった一行書を読ませていただきます。私にとって命とは、
神様がくれた時間で終わりの時間は献身で変えられるもの、この詩を寄せてくださって本当に嬉しかったです。最後のスライドになります。サバイバースリップ。がんと共に自分らしく生きる。皆さんがもし誰かにピンクリボンって何って聞かれたら、それは献身に行くことだよって教えて差し上げてください。こんな小さなピンクリボンですけれども、もしかしたら誰かの命を救うことになるかもしれないからです。今日は私たちのお話を最後まで聞いてくださいまして、本当にありがとうございました。終わりにいたします。ありがとうございました。清瀬市のがん検診事業について、障害健康部健康推進課石川智弘課長、お願いします。はい。ただいまご紹介いただきました、清瀬市でがん検診を担当しています、課長の石川と申します。ご紹介の通り、第2部のトップバッターでありまして、この後、ご高名な先生方がいらっしゃいますので、とても緊張しております。私の方はその発表というレベルではなく、清瀬市のがん検診の PR と思っていただければと思います。持ち時間は最大10分でございます。どうぞよろしくお願いいたします。一つ目に、令和3年度の私ども清瀬市のがん検診の実績等についてご紹介いたします。表の左の部分ですね。こちらの緑の部分が、検診名、隣の青い部分ががん検診の対象者、検診内容、募集人員、自己負担額となっております。我々市町村が実施するがん検診は、都や国のがん検診の推進計画に基づきまして、死亡率減少効果が科学的に証明されている検診方法ではなく、でなければならず、かつ一定のレベルで適切に検診事業全体を行うこと、つまり、制度管理を行って検診を実施することを国、東京都から求められております。その方針に基づき、科学的に検証された方法で、集団的に死亡率を減少することができる、先ほどもピンクリボンの皆様からご紹介があった対策型検診として実施しています。また、検診の種目につきましても、国が推奨している5つのがん検診である子宮がん、乳がん、胃がん、それから肺がん、大腸がんの5つの種目を実施しており、募集人員の全体で6565人としております。右の表の黄色い部分ですね。こちらは受診者数及び一次検診の結果でございます。受診者5つの検診全体で6527人の方にお受けいただきまして、受診率は乳がん検診が 15.7% で、こちらが3年度の最高値となっております。東京都の共通目標数値は 50% にというふうに定められておりますので、まだまだ各がん検診とも届かない状況になっております。陽性検査は全体で319人ですね、率で 4.9% となっております。その隣のピンクの部分は精密検査の結果でございます。精密検査を受診された方が273人であり、率で 85.6% の方となっています。精密検査の結果は全体で異常なしが132人、有所見者が141人となっています。受診者全体からの有所見率は 2.2% となっており、そのうち検査結果、疑いを含んで癌となった方は22人となっております。次のシートで、次はですね、受診率向上の取り組みについてご説明いたします。一つ目は、先ほどもお話があった乳がん検診ですね。こちらについて、クーポン券を送付し、がん検診の受診を推進しております。うちの方では対象者は前年度に40歳になった方にお送りし、3年度は437人にお送りして、141人の方が受診いたしました。クーポン自体の受診率は 26.1% であり、当然のことながらクーポン外の受診率 15.3% よりもかなり高い数値となっております。次に、利便性の向上を図りまして、受診率を上げるため、
検診メニューのセット化というのを始めております。これは胃、大腸、肺がんのセット検診で定員を440名で実施しております。令和元年度に100名で開始したんですが、募集初日に定員が埋まるほど反響を大きく、それ以後も段階的に定員を増やしてきて現在の定員数に至っております。胃、大腸、肺がんは、がんによる死亡率上位3つであり、特に肺と大腸がんは検体を提出すれば済む、いわば、ながら検診であることから、他の検診とセットしやすいメリットがあります。続きまして3つ目ですね。こちらは干渉及び再干渉、コールとリコールを実施しております。がん検診ごとに、ピンポイントの年齢層にハガキや圧着リーフレットを送り、受診の干渉をしております。さらに干渉後の3ヶ月と5ヶ月後に、全く同じ方、当然受診した方は除きますけど、その方々に再干渉をしております。特に20歳から対象の子宮がん検診につきましては、23歳から31歳までの各年齢ですね、23、25、27という具合に、はがきで干渉をしております。各干渉通知には QR コードを印字し、すぐに市のホームページに飛ぶようにして申し込みを促しております。特に子宮がん検診は対象が20代であることから40代に加えてコールをしていますが、干渉を行った年齢の方々は受診する率が高く、非常にこちらの方もやりがいを持って実施しております。最後に3つ目の評価と課題でございます。3年度のがん検診事業につきましては、そもそも令和2年度、コロナの影響もあり、全国の自治体で実施するがん検診の実施率が、おおむね 30% 程度下がったというふうに言われておりますが、私ども清瀬市では、検診会場の感染対策を十分行った上で、当初の予定通り、すべてのがん検診を実施いたしました。受診者数の状況ですが、5つのがん検診のすべてで前年度を上回り、またさらに過去5年間においても最も多い受診者数となりました。要因は、検診のセット化や受診勧奨などが考えられますが、実は一番大きかったのは、必要な検診はコロナ禍でも受ける市民の皆様の受診行動だと思っています。大変市民の健康管理に対する意識の高さのおかげだと考えております。課題はキャンセルされる方が多いことです。とりわけ子宮がん検診においては、どうしてもそのがん診の特性柄、約 35% の方がキャンセルされており、今後の対策を検討していかなければならないというふうに考えております。二つ目は検診の制度管理。先ほどもありました、東京都の指針により、一次検診の実施のみで終わるのではなくてですね、一次検診後も複数年にわたり検診をプロセス評価して、より精度の高い検診を実施するために、干渉や評価チェックを行っています。実際の一例ですけれども、生検未受診者に対して一次検診後はアンケートやその他の通知で複数回アプローチを行っておりまして、複数年にわたり管理し、なるべく生検の受診をしていただくように干渉をしております。評価と、最後ですね。成果指標を目指してと書いてございますが、令和3年度も市のがん検診を6500人余りの方が受診されました。市は受診率向上を目指し、一人でも多くの市民の皆様にがん検診を受診していただくことを当然目標としております。しかし、受診者数や受診率は、あくまでも活動指標でございます。国は、がんによる死亡者数減少を、成果指標の一つとしており、我々も先ほど説明した制度管理を行い、検診によるがんの早期発見等の成果指標に結びつけております。当然、さらに市が目指す最終の成果目標は、市民の皆様の健康寿命が伸びた、または医療費が削減された、こういったことだというふうに、現場では考えております。ただこういった成果指標をなかなか具体的な数値等で示すことは、がん検診だけを取り出してということになりますが、難しい面もあります。しかし、今後も受診率等だけに着目しないで、成果指標を見据えながらこの事業に取り組んでいきたいと考えております。
最後になりますが、がん検診を受けてみたい、がん検診について聞いてみたいと思った方は、ぜひ健康推進課にご連絡ください。ご連絡をお待ちしております。私からの発表は以上でございます。ありがとうございました。がんに直面した時から、その人らしさを支える看護。国立看護大学校、看護学部長、成人看護学、飯野恵子教授、お願いします。本日はこのような貴重な会でお話しする機会をいただきまして大変光栄に感じております。私は国立看護大学校学部長、成人看護学、主にがん看護を専門にしております、飯野恵子と申します。本日は、がんとの向き合い方というメインテーマの中で、私はがんに直面した時から、その人らしさを支える看護ということについてお話をさせていただきたいというふうに思います。まず本学のご紹介ですけれども、本学はこの清瀬市に2001年に設立され、今年で22年目を迎えました。厚生労働省により、がんなどの政策医療を担う国立高度専門医療研究センターなどで活躍する看護職を養成するために設置され、2015年から国立研究開発法人、国立国際医療研究センターの一組織として機能しております。このスライドの右下にあります図は、全国のナショナルセンターを示しておりますが、大阪の循環器病センターなど含め、6つのセンター、8つの病院からなる病院群と連携した教育を行っております。今ご紹介いたしましたのが、これらの病院でございますが、本学の専門的な教育の中に、がん看護も位置づいてきております。それでは、がんに直面した時の患者さんの様子についてということで少しお話をいたしたいというふうに思います。こちらは国立がん研究センター、がん情報サービス、患者筆記というようなそのガイドから図をお持ちいたしました。がんという病名を伝えることをがん告知ということもあります。他の病気では使わない言葉であると思いますし、そのくらいがんという診断名を伝える、伝えられること、あと伝える方もとても難しい課題があり、その病気を伝えられるってことや、ことは患者さんやご家族にとって精神的に大変動揺が大きいと言われています。この図のように、例えば癌の診断、病名を伝えられたり、あと病気が進行したということを伝えられたり、様々な病気の進行などの強いストレスを感じた方、その時っていうのは、ぐっと気持ちがですね、すごく落ち込むというふうに言われています。この横の線は正常というふうにお考えになっていただくと、通常の生活からその病気の名前を聞いただけで、また病気が進行してきましたという話を聞いたときに、ガタッとですね、気持ちが落ちるということを言われております。そのように、がんと診断された多くの方は、一時的に大きな辛さを抱えますが、多くの場合は、この数週間で、辛さが回復する、と言われています。しかし、長期的な経過の中で、治療の辛い時期や、再発などの時期に気持ちがいろいろ揺れ動くというふうに言われておりますけれども、私は本日、病名を、など辛い気持ちを持った後で、どのような、関わりを看護師がしていたり、どのようなことがあるの、体験をどうするのかなってことをちょっとお話をしたいと思いますし、うまくそれらに対処できないときは、大変気持ちが落ち込む時期が長かったり、
いろんなことに対応できないような状態が長くなるってことが言われていますので、誰でもが病名を伝えられる、あとは辛くなるってことがありますが、どういうふうにですね、生活に戻るようなこう関わりがあるかっていうことをご紹介したいと思います。ただ、その前提なんですけれども、私はまあ昭和の時代から臨床にいまして、患者さんに病気を伝えるかどうかって議論がすごく盛んにされた時期がありました。本当に告知していいのかっていうこともですね、随分議論されたんですね。ただ、やっぱり時代がだんだん変わってきて、今の主流はどう伝えるかってことではなく、むしろですね、伝え方ということでもなくって、やはり物事を決めるのは患者さん本人である。ですから、患者さん自身がご自分の病気についてしっかりと意思決定しながら病気を乗り越える。そのために患者さん自身がどういう情報を持つことが大事であるか。そのプロセスの中でどうしても癌という病気が伝えられてしまうことが出てきます。そういう意味では患者さん自身が自分の人生をまさにその人らしく過ごすことをどう支えるか、そんなことを少し一緒に考えてみたいというふうに思います。がん治療を受ける患者さんの様子、まあこれは本当に病気や治療によって様々に違ってくるということがですね、様々に違ってくるということがありますけれども、まあ、治療の例ということでご紹介いたしたいというふうに思います。がんの治療は修学的な集まる学問のっていうふうに集まる 学問の修学的という言葉を使いますけれども、手術であったり、まあ、薬物療法ですね、化学療法、まあ、分子標的、あと抗がん剤などの治療や放射線療法ですね、あと免疫療法などの様々な療法を長期的にこう合わせた治療をするというのが標準的な方法になっています。これはがんと診断された方が病気とともに生活していく中で体験していくプロセスの例で、特に今言いましたように修学的に治療が長期的に続くため、その間体調を管理したり辛さを緩和したり生活や仕事などの調整が必要となってくるというのがまず一番言っておきたいなというふうに思います。ですから寝てればいいっていう病気ではないんですね。慢性的に長期的にいかにこう、まあ、過ごすか、そういうことがとても大事な病気になってきます。病気かもしれないなってことで、その後しっかり精密検査を受けていただきですね、その後治療を決定する。この辺もとても辛い時期が続かれる方が多いです。ステージ1である。ここにね、例として述べてありますけれども、いかに早期がんであったとしても、がん患者さんの多くは一度はやはり人生のありようを考えるっていうふうに言われています。で、これらが昔は検査も入院中にしていた時代もありましたが、今は大体、例えば手術を受けるときは、手術の1日2日前に入院して、体調が本当に整ったら、十分な体力が回復しなくても、まあ1週間10日ぐらいで退院する。そんなことが多くてですね、本当に入院は今短期的な治療が多くなってきました。で、その後、長い期間ですね、治療、手術後の体調回復や、あとは追加の様々な治療を経ながら入院したり、あと在宅で療養しながらということで、本当に何年も何年も、まあ初期治療から経過観察、その他の、まあ、がんがその後再発したとしても、再発をしてもまたしっかりとした治療を、次の治療を受けるというような段階もあったりして、まあ、5年、10年単位で一度がんになった後、まあ、本当に長年の経過をたどることがあります。その中に先ほど図でグッとお示ししましたけれども、ああ、また辛い説明を受けたな。今日はそうでもないな、みたいな時期がたくさんあるっていうふうに患者さんに聞いたことがあります。ある患者さんから、今日外来に行って、今日は医師から悪い話が聞かれなかった。前は癌だって言われて、次に行ったら毛が抜ける治療をするって言われて、次に行ったら皮膚の色が変わるって言われて、なんか医者から行くたびに
辛いことを言われるんだけど、今日はね、頑張ったって言われた。よかった。まあ、そんなことを本当に繰り返しながら、まあ、行くことを患者さんからも言われたこともあります。一方ではですね、医療者は、今言いました診断名だけではなくって、辛い治療の体験の予測されることなどを患者さんに伝える、バッドニュース、まあ悪いニュースって言葉なんです。それをいかに患者さんにお伝えするか、そんなコミュニケーションスキルが実は医療者も勉強しながらですね、要は伝えることが目的ではなくって、患者さん自身がその後自分の足でどう歩むか、それを支えるために患者さんにとって適切な情報の量であったりですね、タイミングであったり、まあそんなことを考えながら、バッドニュースをいかにこう効果的な伝え方をするか、そんなことを医療者ももう考えながら、そんな日々でございます。ですからまさにこの、まあ例っていうふうにお示ししましたけれども、かなり長期的に長い間、やはりお互いのコミュニケーションをね、密にする、そんなことが治療の経過の中でとても大事な病気だというふうに思います。ですね。その間に、ここにお示ししましたのは、トータルペインっていう言葉をご紹介したいと思うんですけれども、辛さっていうのは、まあ、体、気持ち、あと社会面、スピリチュアル面の様々な懸念があって、あと辛さなどが相互に関連しているっていうことが、言われています。ですから治療のプロセスで、たくさんこう、例えば手術を受けると体が痛いなとか、そういうこともあったりするんですけれども、実は、抗がん剤を受けた患者さんも私もたくさん見ましたけれども、その中でですね、この治療でこれだけ吐き気がまだ収まらないなっていう方が、まあ、どうしてこんなに吐き気が収まらないかなっていうことで、まあ、みんなでね、相談をして、その時もしかしたらお気持ちが十分に出せてないんじゃないかっていうような話をしたことがありました。それで、患者さんから病気になった辛さであったりとかですね、お気持ちを聞くっていう機会があった時に、精神的にこうなるべく緩和するような、あと気持ちを安定するようなお薬も使ったりしたんですね。そして吐き気止めも使ってないし、まあ、新たな追加の様々な対処はしてなかったんだけれども、気持ちを聞いたり、気持ちを安定するってことを関わったらですね、なんと身体的な苦痛である吐き気が収まったってこともあるんです。そういう意味で、こう気持ちと体の苦痛と本当に相互に影響してるなってことをね、よく臨床でも感じたことがありました。で、辛いとこう仕事も行けない。で、仕事が行けたことでまた気持ちも楽になるっていうことでですね、実はこのトータルペインっていうのは、その実は体が辛いように見えてもいろんなことが相互に影響してて、私たち医療者は患者さんをトータル的にね、しっかり見ることがとっても大事なんだってことをですね、考えるために、こんな図でトータル的にどんな側面の痛みがあるかっていうのをですね、私たちも患者さんと共に関わったりしたりしてます。あともう一つケアの視点で、緩和ケアっていう言葉をご存知でしょうか。緩和ケアっていうともしかしたら、なんか人生少し命のことを痛み止めを使ってでも命を短くしてもいいから痛み止めを使ってほしいとかですね。まあそんなことをよくね、昔聞いたことがありますけれども、緩和ケアっていうのは、そのことによって命を長らえる、縮めるということの概念はですね、実は入っていなくって、緩和ケアってまずはしっかりと症状をね、緩和して、まあ生死ですね。そのことでこう、命と天秤にかけるようなことではなくって、まあ、人生の最後っていうのは、そのプロセスの中で、まあ、自然な誰でもが死というのは経験するプロセスであるっていうのが大前提にありまして、そのことを操作するっていうことが、この概念の緩和ケアっていう中には入っていないってことが、まず大前提にあります。で、誰でもが訪れるその人生の最後に向けて、その人らしくですね、とにかく、しっかりと生きていくことを支える。ですから、どう終末期を迎えるのかって議論ではなくって、終末期、人生の最後って誰がいつどうなるかっていうのは、医療者でも実は本当にわからないことが多いんですね。
その日、その日に向けてその人らしく生きていけるように支えられてるかってことが非常に緩和ケアの根幹となる、とても大事なことで、それはご家族も含めること。あと、心のケアがとても大事であること。生活の質にすごく着眼をすることであり、なんといっても、終末期、病気が進んでからではなくって、心身、先ほどのトータルペインの緩和というのは、病気の診断時からですね、治療開始、その時から治療と連動しながら、しっかりとケアをする。ですから、緩和ケアってなんか終末期ケアのね、印象があるかもしれないんですけど、そういうことではなくって、本当に癌という病気を知ったその日の辛さから、すべての経過の中で、トータルペインについてしっかりとこうケアするという、そんな概念であるということをお伝えしていきたいな、っていうふうに思います。はい。それでは、そのように、たくさんのこう辛さを抱えるこのような病気について、私たちこう看護ということについてどのようなお関わりをしているのかなってことをちょっとご紹介したいと思います。はい。まずは冒頭で言いましたように患者さんがしっかり病名を知ってその人にとってどうあったらいいかって自分自身で考えるために病気になった時に、まあ、どういう視点でいるかなって時に、まずはやっぱりその人自身が、これまで体験をしたことがないような、まあ、重大な病気になった時に、今後、どういうことが起こるのかな、どういう生活ができるのかな、どういう症状が出るのかなって見通しが持てること。で、その後で、癌は、癌自体でも体調の変化があるんですけれども、先ほど集学的治療ですね、手術、薬物療法、放射線などで様々に治療で体調が変化してきます。ですから、自分の体調が治療でどう変わったのかなっていうのをしっかりと医療者に報告すべきことをしっかりと共有しながら、まあ、過ごすこと。これとっても癌患者さんにとって大事なことに、なってきます。この前提にはですね、医療者の方からどういうことが予測されますよってことをしっかりね、聞いていくこと。それを踏まえて自分の体調がどう変化してるかってことを医療者と共有すること。で、こういうことを踏まえてですね、自分がしたい生活っていうのをですね、決めるようにできたら医療者をどんどん使っていただいてご相談していきたいなっていうふうに思います。がんの診断を受けたことや治療を受けることで、心や体は社会的な側面に影響をもたらしますが、実はこれは本当に個別性が大きいで、お人によって全部違います。で、仕事、生活など患者さんごとに病気になった気がかりも異なります。私たちはその方その方にとって、一般的にはこういうことがお辛い時期かなっていうのは分かっても、本当にその人が今を何をしたいか、っていうのは、やはりその人にとっての気がかりを、まあ、ご相談いただくっていうことで、私たちもそのことについてどう支援できるかっていうことがですね、見えてくるんです。実は私も、まあ、これはとっても病気が進んだ状態の患者さんと話をしていたときに、全然なんていうかな、あまりこう、不安とか訴えなかった方なんですけど、あるとき、今どういうことが、まあ、ご希望ですか？何をしたいことありますか？つったらですね、実は看護師さん、僕はね、人生がもしかしたら短いかもしれないんだけど、妻にはね、断られてるんだけど、ハーモニカを買いたいって言ってました。で、すごく若い頃得意で、この人生の最後に、もう一度ハーモニカを吹いてみたい。そしたら妻が療養に専念しなさいって言うんだよねって言うんです。であーと思って、私はそんなこと、まあ、私たちは想像するのもないんですね。で、奥さんに来た時に、実は患者さんがこんなこと言われてましたよってお伝えしたんです。で、奥さんも、あ、そうなんですかって言ったら、まあ、翌週ですね、本当に立派なハーモニカが届いて、病棟でコンサートができたんですね。ですから、まあ、それは本当一例なんですけれども、もう聞かなければわからなかったし、まあ、橋渡しもできなかったとこなんですけど、それは前提に患者さんがもう帰れない体調じゃないかなって
思ってた。で、そこで何かしらやりたいことが言えた。そんなことで私たちも橋渡しができたなってことがあります。で、やっぱり私たちはそういう患者さんの個別性の気がかりっていうのは、本当に、まあ想像できないことも本当に多いんですね。ですから患者さん自身はご自分でやっぱり病気をある程度やっぱり理解していただいて、自分に合った工夫を探しながら生活することは大事なんですけれども、やっぱり何らかの支えがやっぱり必要になってきて、そういうことをしっかりと橋渡ししたいなっていうふうに思っています。次に手術を受ける、ね、方のことをちょっとご紹介したいと思います。食道の、まあ、がんのご病気の方ですね。喉の下から胃の上までが食道ですけれども、食道でがんが起きますとですね、ここがご病気の部位だとすると、食道の、まあ、大多数と実はこのように胃を細く切るんですね。細くなった胃を喉でこうつなぐ。このような手術をします。そうなるとどうなるかっていうと、実はここにある胃の、まあ、喉の方に行く出口に糞門というところがあってですね、食べ物の逆流防止機能があるんです。この辺が全部なくなっちゃうので、こういう手術をされた方って、実はちょっと食べ物が逆流しやすかったり、あと、喉の方のですね、ちょっと神経が麻痺したりして、むせたり、疲れたり、ですね、消化器の逆流とかいろんな症状がこれはまあ一生続くようなこともあります。ですから手術をがんの手術っていうのはその部分だけというよりもですね、結構やっぱり広く治療することがあって、その後の体調管理の中でそれまでに体験しなかったたくさんのことを体験することがあります。でその時にまあさまざまにこう体の形やまあ機能ですね、変化する。でその食道がんの方の調査をしたときに6ヶ月ぐらいも症状が続いて、もう体重がどん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 減る方も多かったり、先ほども言いました、実はこの回復過程がかなり個別性が高いので、その方に合った対処を計画する必要があるなとかですね。で、なんといっても多くの方がですね、医療者に遠慮して、実は今日は言えなかったよみたいなことをよくよく聞きました。で、どうなるかっていうと、やっぱりちょっと状態が悪くなってから受診されたりしてました。あと気持ちが落ち込んだりすると、なかなか対処行動に移せなかったり、あとは実は社会復帰で、とても体調がよくうまく回復しているプロセスで、食事の量が増えたことで、消化液の量が増えて逆流が増えるという状況がある患者さんがいて、なんかどん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 回復してたからこそ消化液の量が増えてた状態だったんですけど、最近逆流なんで病気が悪くなったんじゃないか、そんな心配をされてきたりして、患者さん自身が自分のこう先ほどのような大きな手術をした体調の変化っていうのをですね、なかなか自分の中で十分ね、やっぱり感じ方を理解できないなんてことがあります。ですからこの辺本当に手術の後のまあ様子っていうのはですね、ぜひそのたくさん経験のある医療者、あと先輩の患者とかに聞きながらですね、まあそういうことを参考にしながら自分のその後っていうのを考えてほしいなっていうふうにと思っています。それで私たちはこう先輩からのメッセージとかね、こんなビデオを作ったりとかですね、まあ患者さんの自分の体調をしっかりとこう書いていただいて、それを共有しながらですね、生活をご相談するというようなそんなプログラムを一緒に試みていたりしました、はい、でそのプログラムのコンセプトをね、私たちもちょっと作ってステップって作ったんですけど、患者さんとご家族が手術により変化を理解して、日々の生活について日記を通して医療者と共有したり、患者さんに合った目標を回復を目指す個別性のあるプログラム、具体的には入院から外来在宅でよく、ね、適切に食べたり適切に体を動かして活力と生活の質を目指し、医療者と患者家族が一緒に取り組む、まあ、こんなコンセプトでステップって名付けましてですね、でそのステップの他の意味として、手術後のまず一歩を歩み出すとかですね、徐々に段階を上げていく、ステップアップする、そんな意味も込めたプログラムを一緒に、考えました。そのプロセスの中で、今、がん患者さんはとても高齢の方が多いんですね。で、年齢を
考慮した関わりっていうのを私たちも勉強させていただきました。子ども対象のペタゴジーって学習、あと大人対象のアンドラゴジーって学習理論があるんですけど、まあちょっとまあ高齢の方に向けた学習っていうことが提唱されていますけれども、たくさんの情報量っていうのが難しいので、必要性が高く必須の内容から提供したり、もうご高齢の方こそ歴年齢の個別性が非常に強いので、その方の強みですね、強みの中からしっかり事故の課題に焦点を当てた関わり、あとはもうご経験が豊富なので自分のペースで行う、あととても主体的な傾向がありますので、まあそういう方を活用してしっかりと、まあ、図表などを使いながらですね、まあご高齢の方が患者さん多いですよね、そういう方にこう合わせたようなプログラムなどを一緒に考えていく、そんなことをいたしたりいたしました。あ、すいません。はい。がん患者さんはですね、先ほどもいろんな方がお発言あったように、非常にこう患者さんの数も増えてきてまして、がん治療を受けながら本当に長期的な中、就労を含めて社会的な課題、サバイバーシップ支援、これはがん対策推進基本計画、政府のですね、がん対策の中にも大きな柱としてあります。がんになったその後生きていくことを直面する課題を乗り越えていくサポートということで、まあ、就労支援以外にも偏見だったり、経済的なこと、あと外見ですね、これ先ほどもご発言がありましたけれども、例えば抗がん剤で脱毛をします。で、脱毛するような治療ってやっぱりがん治療以外になかなかないんですね。そうすると患者さんが病気になったことを、まあ、言いたくないのに、もう脱毛したカツラをかぶってるってことが伝わるだけで、あの方がん患者さんかしらってみんなに分かってしまうんじゃないか。そういう意味でこう病気が持った辛さとともにこうみんなに見られてしまう、病気を伝えたくないのに外見が変わるってことの大きさって、これがすごく大事なんだってことで、がん対策の中にも外見の変化って非常に重要に捉えていて、そんなケアの開発も求められています。あとは妊孕性だったり、あとは性生活、あと自殺だったりですね、様々にがんを罹患したことに関しての課題があります。で、私たちはそのような中で先ほどの外見ってことについて、さまざまな治療での外見の変化について、まあ、やっぱりしっかりと全国的に看護師さんたち中心にですね、医療者全体で治療に備えたりですね、患者さんが整えられるようなそんなケアを、まあ、考えてもいたりします。で、そんな中でちょっとご紹介したいのは、まあ、がんを知って歩む会という患者さんががんとうまく付き合うようなプログラムっていうのがありますので、ちょっとご紹介したいと思いますが、まあ、米国で開発されましたけども、日本でも94年からです。随分ね、長く日本でもやっています。がんとうまく付き合うですね、問題ストレスに対処できるような様々な試みをしています。で、がんになったら、病気のことだけ詳しく知るってことではなくって、がんを持ちながらも、その後生活するために、まあ、がんになったことについて、がんについて学ぶとともに、例えば医療者とのコミュニケーションや、体調の回復の仕方、気持ちのストレスや、情報の獲得ですね、様々な側面、こんなことが、もともとがんを持ってた方が、まあ、しっかりと理解していくと、その後のね、療養に役に立ったっていうデータから、こんな、まあ、プログラムが出てきて、いますので、ちょうどね、コロナ禍で今休んでるんですけれども、地域でのこのようなプログラムを展開してきています。で、最後にちょっとご紹介いたしたいのが、地域でがんを支える看護についての交流会をしております。名称は多摩エンドオブライフケア交流会って言うんですけど、ここですね、清瀬市含むですね、この多摩地域、多摩北部です。この地域には病院、福祉施設などのたくさん看護職がいまして、地域にいる看護職が活動して、なんか連携して勉強会したいねってことで、この、まあ大学校の中で勉強会みんなで、あと交流会などをね、してまいりました。2014年が最初で、
まあ、これ全部ホームページにね、公表してあるやつですけれども、2017年に 10回目の記念をいたしております。で、様々な、これはエンドオブライフケアってちょっとね、終末期、随分ご病気の進んだ方のケアのようにも取れるんですけれども、まあ、地域連携ですね。本当に病院と多摩地区の中の看護職で何か連携できるかなっていうのが、当初のたくさんの課題でもありました。あとは、終末期ってだけじゃなくて、体の見方とかですね、まあ、患者さんのお気持ちを支えるとかですね、様々なことをしてて、なんと最後がですね、コロナの前の年の秋ですね、2019年秋に、本学で、人生会議についてディスカッションする予定が、台風で飛んで、その後コロナで全部飛んでしまったということが、まあ、ありました。まあ、以上でございますけれども、終わりです。がんは慢性疾患のように長期的に療養に取り組む必要性のある病気となっています。患者さんは自分にとっての健康を考え、自分に合った工夫を探しながら生活することが重要となります。現在、教育の現場におりますけれども、患者さんの力を高めて、がんになっても乗り越える方法を患者さんと共に一緒に考える看護職を育成したいと思っております。清瀬の緑豊かな環境での学びを糧に、しなやかなヒューマンケアの癒しの風として、社会に旅立つ若者に期待をしております。どうぞご清聴ありがとうございました。飯野教授、ありがとうございました。続きまして、明治薬科大学の発表です。進歩する肺がんの薬物療法、明治薬科大学分析科学研究室、鈴木俊博准教授、お願いします。明治薬科大学の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。本日は、がんの中でもというか、あらゆる病気の中でも最も個別化医療の進んでいる、がんの一つである肺がんの薬物療法についてお話ししたいと思います。ちょっと難しい話が入っているかもしれないんですが、ちょっと噛み砕いて話したいと思いますので、ご理解いただけたらと思います。まず、これ死亡統計。まあ、何で亡くなるかっていう統計なんですが、もう癌はこのように突出して、まあ、死亡原因の1位であります。だから、癌が亡くなる方が減っていくっていうのは、とても大事なことであると思っております。で、ちょっと余談なんですけども、この結核、これがすごくこう、撲滅している。これは、清瀬の貢献がすごく大きいことだと思います。で、癌に戻りますと、まず罹患率、どのぐらいの方が癌にかかるのかって言いますと、まあ大腸癌が一番多い。続いて肺癌。まあ男性で見ると前立腺癌、女性で見ると乳癌が多いんですが、まあ男性も女性も肺癌はこのベスト5というかワースト5に入ってしまいます。で、一方、癌で亡くなる方に着目してみますと、男性、男女合計の総数として肺がんが1位になってしまう。女性でも2位になってしまう。最初に乳がんのお話がありましたが、乳がんは女性では1位なんですが、ここで4位。つまりまあ乳がんは早く見つかって切れれば治るがんなんですね。肺がんはやっぱりなかなか治りにくい、とても難しいというかまあ悲しいがんの一つであります。で、がん、どのぐらいかというと、2人に1人はがん。という診断を受けて、そのうち約5人に1人が癌で亡くなってしまう。まあ、そんな中でも肺癌はとても重要なところだと思います。で、じゃあ、なかなか治療が難しい肺癌、どうしたらいいんだろうってことでならないのが一番。で、今最初にもお話がありましたように、検診を受ける。あとは、禁煙ですね。これは厚生労働省が行った研究の成果なんですけれども、吸わない方と比べて、喫煙している方はだいたい5倍ぐらい肺がんになりやすい。でも、禁煙を続けていくと、
まあ、20年ぐらい禁煙すればほぼ吸ってない方と同じぐらいまで行くんですね。で、これを考えても早く禁煙することが大事だと思われます。で、ちなみにこれは普段大学の講義で僕が使っているスライドを持ってきました。で、このブリンクマン指数、ブリンクマンインデックスっていうものがあるんですけれども、これは1日の喫煙本数と喫煙年数をかけたもので、喫煙指数。これがブリンクマンインデックスなんですけども、400を超えてしまうと肺がんが発生しやすいんですね。で、この授業を受けているのは大学4年生なので、まあ20代前半が中心です。まあ、生まれて早々から毎日一箱吸ってる子はいません。なので、いつも君たちの世代でもう、ちょっと興味本位で吸い始めた人もやめてしまえば、かなり癌にから遠ざけられるよっていうのをよく言っています。で、ちなみにここの部分は今日追記したんですけれども、まあ、学会とかでよく話している、お話をしている、内科の先生、まあ、施設2つ、ちょっとお話ししたんですけども、施設によって、まあ、40代以上で400だったらっていう先生と、50代以上で500だったら、積極的に検診を受けてくださいと。まあ、レントゲンの検診だけでなく、核炭の検査も受けるのを勧めますというのをお話しされてました。まあ、健康的な60代、70代を迎えるためにも、座れている方は一度考えていただけたらと思います。で、まあ、タバコを吸っていても吸ってなくてもちょっと癌かなって心配になったら病院に行くわけですが、まず病院に行くときに、まあ、なぜ行くかっていうと、まあ、体重が急に減ってきたとか、タバコずっと吸ってるしなとか、あるいは、まあ、咳が出る、あ、痰に血が混じったとかいうのを、まあ、お医者さんにお話しして問診を受けるわけですね。で、その時に、リンパ節、鎖骨のあたりが腫れてないかとか、ちょっと癌かもしれないなと思うと、まあ、画像診断、まあ、レントゲンとか CT で影がないかっていうのも見るわけです。で、ここまでは癌かもしれないから、まあ、癌らしいなんですが、ここで必ず細胞を調べなきゃいけない。あなたの体の中に癌がありますよっていうのは、病理の先生が細胞を取って、それが癌であるかどうかを染めてみるんですね。核炭検査。まあ、炭の中に細胞、癌細胞が混じっている場合もありますが、そうじゃない場合、気管支鏡、まあ、口からこう、内視鏡を突っ込んでて、気管支を通って肺のところまで行って、細胞をプチッと取ってくる。あるいは、CT で見ながら、表から針を刺して取ってくる。で、細胞を見て、ここで癌細胞だって決まると、あ、もう、癌らしいから、あなたは癌でありますって確定になってしまいます。で、あとは、まあ、細胞の顔つきとか、とても大事なので見ていくんですが、癌であるってなると、もう一度画像で考えて、全身に飛んでるのか、まあ、部分的にちっちゃいのかって、治療方針を決めていきます。で、その時に、ここ最近は、バイオマーカーの検査、遺伝子の検査がとても進んでいます。今日のその個別化医療っていうのは、ここの部分のお話で、肺がんはとても進んでいて、肺がんだから肺がんの治療ではなくて、このがんにはこの薬、この遺伝子が変わってたらこの薬というように、個別化の治療がなされています。で、今日のキーワードとして、この個別化医療と、それに使う分子標的薬というものが出てくるので、まあ、皆さん頭のどこかに残っていただけたらと思います。まず先ほど顔つきと言ったんですが、肺がん取ってきますと、まあ、このようにこう、細胞を染めるんですね。で、小細胞肺がんっていうのと、非小細胞肺がんっていうのは分かれるんですけども、まあ、多いのはこちらですね。で、小細胞肺がんっていうのは、先ほどお話しした分子標的薬はあまり効果が期待できないんですけれども、非小細胞肺がん、特にこの中でも腺がんでは、先ほどの分子標的薬がとても効くケースが多い。で、このために、そのために遺伝子検査が必要ながんになります。で、もう一度がんの話なんですが、まずがんあったと思ったときに、ちっちゃく限局していれば切ってしまえばいい。手術で取れる。がん細胞は切ってなくなってしまえば何も怖くない。どんなに治りにくい肺がんであっても、全部取り切ったらそれ以上がんにはなりません。ですが、まあ、リンパ節に転移しちゃったり、反対側の肺に転移しちゃったり、あるいはもうリンパ節がもっと広がってる。あるいは他の臓器まで飛んでしまう。で、そうなってくると、まあ手術で取り切れればいいんですが、取れないと、まあ放射線と化学療法の併用。あるいはこのように体の全身に飛んでしまった場合、全身の癌を殺さなければいけないので、化学療法、お薬による治療が重要となります。
僕らはよく薬学部なんで、薬は最後の砦だよって学生に言ってます。まあ、薬で治療、もう他に術がないときは薬に頼るしかないんだよっていうことをお話ししています。で、このグラフはちょっと論文から取ってきてるんですが、有明の眼瞼病院で2019年に出された論文から取ってきていて、1995年から5年区切りぐらいで、がん患者さん、まあ、4期ですね、すごく進んでしまってお薬で治療するしか方法がない患者さんの、治療成績を示したものです。で、ここの 50% 生存率というもので見ますと、最初の5年間、9ヶ月だったんですが、次2000年からだと11ヶ月、次だいたい14ヶ月、18ヶ月。で、2015年から17年、この論文が出た時点ではデータがここまでしか解析されてないんですが、まあこれを見る限り少なくとも2年以上は生存していることになります。つまりこのぐらい肺がんの手術のできないがんでも治療成績が非常に良くなってきたということが言えます。じゃあそれとお薬の変化を比べてみようということで年表に載せてみると、まあ、これが先ほどのグラフの区切りですね。で、初めの頃、まあ、85年とか2000年より前は、このピンク色の細胞障害性抗がん剤というものが主となります。で、これは細胞を痛めつける、細胞に障害を与えて、がん細胞、どんどん増えようとしているがん細胞を殺してあげるお薬なので、まあ、正常細胞にもちょっとダメージが大きいと。どうしても副作用がとか。がん患者さんが、がん化学療法は辛いっていう原因となっているのが、この細胞障害性抗がん剤だと思います。で、2002年に初めてゲフィチニブというお薬が出てきました。これが分子標的薬、今日お話ししている最初のお薬になります。まあ、分子標的、ターゲットを狙って攻撃するお薬なんですが、で、その後、このベバシツマブとかラムシルマブとか血管新生阻害剤っていうものが出てきたり、あるいはこの2015、6年の免疫チェックポイント阻害薬と呼ばれるもので、すごく治療のバリエーションが増えてきました。で、ここ数年を見ますとさらにこの分子標的治療薬がどんどん開発されていて、もう毎年いくつか必ず、まあ、肺がんだけに限っても必ずいくつか出てくるぐらい、薬の進歩が早くなっています。で、それが治療成績を上げているのは間違いない状態になっています。で、まあ、新しい治療法がどんどん出てきたんですが、まあ、ここの話ですね。今日はここの話なんですけど、まずこの4つの薬をちょっと簡単にお話ししたいと思います。で、細胞障害性抗がん剤っていうのは、名前の通り、細胞を傷つけて、がん細胞を殺すお薬です。例えば、この真ん中にあるシスプラチンとかカルボプラチンというお薬は、プラチナ製剤といって、お薬の真ん中に白金を持っています。で、それが増えようとするがん細胞の DNA にくっついて、細胞が増えるのを邪魔をするわけです。まあ、でも、そのお薬は正常な細胞にもくっついてしまうので、まあ、これ単独で使うと副作用が大きくなってしまうので、他の酵素を阻害をするお薬とか、まあ、細胞が分裂するときの、別なターゲットを攻撃するお薬とかを併用して使うことになります。このプラチナ製剤、ここの年号を見てもらうとわかるんですけども、まあ、随分昔のお薬ですよね。で、40年近く前から使われてるんですけども、今でも、現役で使われてます。とてもいいお薬で、後で話すんですが、分子標的薬が効かなくなっちゃった場合、どうしてもこのお薬に頼ることがあります。で、次、血管新生阻害剤。これは、後から出てきたものっていうか、まあ、最近のお薬なんですけども、がん細胞はちっちゃければ何も悪さをしないんですね。がん細胞が大きくなるから他の臓器に、障害を与えたり、まあ、全身的に悪くなったりしてしまう。じゃあ、大きくなるのを止めればいいじゃないかっていう発想から出たお薬です。で、がん細胞は VEGF という、まあ、血管を作らせる因子を分泌して、体の中の血管を自分に取り込んできて、血管をがん細胞に持ってくるんですね。で、それで周りから栄養とか酸素を取ってくる。で、どんどん大きくなってしまうわけです。で、こうなってしまうんですが、
この VEGF 抗体が VEGF をトラップ、捕まえちゃうことによって、この血管新生を止めると。まあ、兵糧攻めですね。癌細胞が栄養とか酸素を持ってくのを止める、血管を作るのを阻害して止めるお薬です。まあ、こういう考え方で開発されてきました。で、もう一つ、免疫チェックポイント阻害薬というものが出てきました。最近、いろんな癌にこれが使えることが分かってきて、どんどん肺癌以外の癌も含めて使われて治療成績が良くなっています。どういうものかと言いますと、まず、癌細胞は体にとっては異物なんですよね。そうすると、本当は免疫の効果によって、体の中の免疫作用で癌細胞を殺せるはずなんですけども、この PDL1 っていうものが PD1 というものと結合する。まあよく手をつなぐとか、まあこのアニメだと頭つかまれてますけれども、こうすることによって、癌細胞が免疫細胞に自分が敵であることを認識させない。攻撃を止めてしまうんです。で、そうすると、癌細胞は免疫がによる攻撃を受けないので、自分がどんどん増えてしまう。その時に、この免疫チェックポイントと呼ばれる、この結合を、抗体で潰してしまう。そうすると、PD-1 と PDL-1 の結合が切れて、免疫細胞、体の中の免疫細胞は、癌細胞が敵であることを認識して、攻撃をすることができるようになります。で、これは自分の体の中の免疫を活性化するので、メカニズムとして共通なので、いろんな癌で使えるようになっているのではないかと思います。で、まあ、皆さんの記憶にも新しいと思うんですが、これは京都大学の本庄先生が PD-1 を発見したことによって、お薬になったものです。で、この2018年に本庄先生がノーベル賞を受賞されました。で、こういうことは、基礎研究がとても大事なことっていうのを我々も感じ、こういう本庄先生が受賞したというのはとても嬉しいニュースでした。で、最近とてもホットなお薬である分子標的薬について説明しますが、これは癌細胞だけが持っている標的を狙って攻撃するお薬です。先ほどの細胞障害性抗がん剤は、細胞が増殖しようとするものを全部抑えてしまうので、正常な細胞にも攻撃をしてしまうんですね。まあ、この赤いのが癌細胞だとして、黄色いのが正常細胞だとすると、まあ、全部攻撃してしまう。まあ、銃弾爆撃のようなものです。で、ところが、分子標的薬は癌細胞だけが持っているものを攻撃して、正常細胞が持ってないので、この攻撃は正常細胞にはいきません。ピンポイントに癌細胞を攻撃します。こうすると癌細胞だけが死んでくれるんですね。まあ、理論上はとてもすごくいいメカニズムです。ちょっと、まあ、念のためお話をしておくんですが、こういう絵を見ると、癌細胞だけを殺して正常細胞は全く害がないじゃないかって思ってしまうんですが、なかなかお薬というものはやっぱり異物ですので、必ずしもこう副作用が全くないってことはありません。ただし、先ほどのこの細胞障害性抗がん剤の辛い副作用と比べると、はるかに軽い副作用で済むことが、多いです。なので、とても使いやすい抗がん剤になっています。じゃあ、その分子標的ってどういうものなんでしょうっていうことを、この EGFR っていうもので例に紹介しますと、EGFR っていうのはこの増殖因子というもので、この増殖因子のレセプター、受容体ですね。EGF という増殖因子、これがくっつくとスイッチがオンになったり、これが離れるとオフになったり、調節しながら細胞が増えていくんですね。普通の細胞はこういうふうにオンオフを切り替えながらこう増えたり止まったりっていうのができるんですけども、癌細胞の変異型 EGFR っていうのは、ここの部分に遺伝子変異が入ってしまって、オンになりっぱなしになってしまう。つまり EGF があろうがなかろうがどん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 増えなさいってシグナルを出してしまうので、癌細胞がどんどん増えてしまう。これが癌が癌であるゆえになっております。じゃあ、この標的を狙えばいいんじゃないかということで、普段、この ATP がくっつく、まあ、ATP というものがくっついて増殖シグナルを送るんですが、この分子標的薬は変異した形に依存して、その変異した EGFR だけを狙って攻撃します。まあ、ここ漫画なんですけども、この
棒が入っている部分、これが変異型にはあるんですけども、普通の正常な EGFR の場合はここが埋まっていれば薬はくっつかないわけですよね。そうすると標的の変異型 EGFR、つまりがん細胞だけに攻撃をすることができます。まあ、ちょっと駆け足なんですが、4つ紹介したんですけれども、今じゃあどういうふうに治療するのかと言いますと、これは肺がん学会のガイドラインで、肺がん、4期の肺がんだとどういう治療をするかっていうものなんですが、まず先ほどの EGFR みたいなドライバー変異、ドライバー変異っていうのは、がんの増殖に関わる遺伝子変異ですね。がある場合は分子標的薬を使えます。で、それがない場合、先ほどの PDL1 が 50% 以上認められる免疫チェックポイントの抗体が使えます。で、それがない場合、あるいはわからない場合とかは、まあ、ドライバーもないので、最初にお話しした細胞障害性抗がん剤。で、PDL1 がちょっと低くても効果がある場合があるので、この上乗せをするかしないかっていうものがあります。また、こういうお薬で治療しても、まあ、数年経ってしまうと、再発してしまう、まあ、薬が効かなくなってしまうってことがあるんですが、そういう場合、また細胞障害性抗がん剤に頼って治療することになります。まあ、余談なんですが、自分は大学院生の時からこの効いた薬が効かなくなるっていうのをずっと研究していて、今も大学院生、大学生と一緒に研究を続けています。で、じゃあドライバー遺伝子ってどのぐらいあるんでしょうっていうと、今このガイドラインに載っているものだけでこのぐらいあります。先ほど紹介した EGFR の他に ALK とか ROS1 とか、まあ、たくさんアルファベットが並んでるんですが、現在のところ8種類ですかね、のドライバー遺伝子がガイドラインに載っています。というのは、これに関してはお薬があるからなんですね。じゃあ、どのお薬を使うのっていうことで、どの遺伝子が変異しているかを調べないと使えないんですね。で、それをコンパニオン診断といって、遺伝子変異があるのかないのか、あったらそのお薬が使えるよっていう検査がコンパニオン診断です。で、とても大事なことで、お薬と検査は両輪として、とても肺がんの治療の貢献に、を担っております。で、どうやって決めるかっていうと、今まで肺がんだったら肺がんの治療しましょう、大腸がんだったら大腸がんの治療をしましょうっていうところを、遺伝子診断をすることによって EGFR の変異がある人には EGFR のお薬を、ALK、ALK っていう遺伝子に変異がある人には ALK のお薬をというように遺伝子変異の種類によって治療を変えていくんです。で、こんだけたくさん遺伝子変異があるとどれからやっていくんだろうってことになってしまうんですが、まあじゃあどのぐらいこう変異があるのかってみると、まあ、割合はこのぐらいなんですね。で、EGFR は日本人にとってとても多い変異なので、まあ、最初に検査されるのがこれだと思います。まあ、腺がんの 70% ぐらいで、ドライバー変異が見つかるので、割と高頻度で、この遺伝子変異が見つかるので、このお薬はとても有効になります。ただし、この EGFR 変異、検査をしたときに、遺伝子変異がありますよって、じゃあこのお薬でっていう人はいいんですが、これがありませんでしたっていう人はまた次の検査で、また次の検査ってなっていくんですね。で、そうすると一つの検査に2週間ぐらいかかると、2週間、4週間、で1ヶ月とか2ヶ月とかかかってしまう。で、そういう検査の時間っていうのは、がん患者さんにとってはとてもやっぱり長い時間になってしまいます。そんな時に画期的な方法が、開発されました。新しい分析方法なんですが、今日はちょっとこれは軽く省略というか説明なんですが、これが今までの遺伝子の解析方法と比べると非常にこう優れた方法で、まあ、ざっくり言ってしまうと、従来の方法の6000万倍遺伝子解析が早くて読めるようになりましたと。で、これを一次世代目と考えて、次世代シーケンサーと呼んでます。次世代の次次世代が出ちゃうんじゃないかって話があるんですが、今のところ原理上この NGS 次世代シーケンサーと呼ばれています。で、このグラフはアメリカの厚生労働省の NIH というところが出しているグラフなんですが、人ゲノム計画、人のゲノムを全部読むのに、最初の頃100億円かかるだろうって言われてたんですが、NGS がこのぐらいの時期に出てきてガツンと下がりました。で、ガツンと下がって、今このぐらいでもう同じようになってるんですが、約10万円です。まあ、ちょっとここのところレートが違うので15万円ぐらいですかね。
15万円ぐらいで自分の遺伝子を全部解析することができるようになりました。で、高低価格低下がしてくると臨床に応用する機会が増えてきます。で、アメリカでは、2015年ですかね、当時のオバマ大統領がプレシロンメディスンっていうその精密医療、まあ、個別化医療みたいなものですね、それを掲げてどんどんやっていこうっていうことを国民に言ってました。で、2017年にがんのパネル検査っていうのができてきて、日本でも2019年からがんのパネル検査っていうものが保険適用、まあ、がんのゲノム医療が始まってきたわけです。で、どういうことかというと、先ほどがこの一つ調べてはダメだったら次よって言ってたのを、先ほどの NGS という機械で一回でバンって調べてしまうと、みんな、あなたはこれですよ、あなたはこれですよっていうことができることになります。まあ、同時にいろんな遺伝子を調べるのがこの検査方法になります。じゃあどんな遺伝子を調べているのかというと、これはちょっとまあ数が多いんですが、国立がん研究センターが中心となって開発したオンコパネルというもので、一度にこのぐらい114プラスいくつだろう、まあ130個ぐらいですかね、の遺伝子変異を調べます。で、ここの丸で囲ってあるものは今ガイドライン、まあ肺がんのガイドラインに載っているもので、つまりこれはお薬があるものですね。ですが、他にもたくさんの遺伝子を同時に調べてます。で、我々基礎研究者は学会に出てると、あ、この遺伝子の変異の薬とか、この、まあ、化合物ですね。お薬にはまだ売られてないので、化合物で、あ、そろそろこれお薬になりそうだよねっていう遺伝子変異がたくさん出てきています。だからこれからどんどんまたこういうお薬が出てくると、この丸が増えていって、治療の選択肢が増えるんじゃないかと思って期待しています。じゃあそういうがんゲノム医療はどこで受けるんでしょうってことになるんですが、まあ基本的にはこの中核拠点病院、まあがんセンターとか東大慶応で、中核拠点病院の次に拠点病院、この4つですね。この7つでいろいろな整備を行いました。まあ、どういう検査をする、どういうふうにするっていう。で、これを、でいろんな検査とかがんゲノム医療が整備され、現在、去年ぐらいからですかね。医療連携病院というものがありまして、東京都だと20カ所、この病院で受けることができます。で、まだこれもどんどん増えていくと思いますし、まあ、広がっていくんじゃないかなと思っております。で、今日これ最後のスライドなんですけれども、現在肺がんのガイドラインに載っている遺伝子をここに並べたときに、この右側にお薬の写真をずらっと並べました。今現在日本で肺がんに認められているお薬、分子標的薬はこれだけになります。で、よく見てもらうとわかると思うんですが、これみんな飲み薬ですよね。錠剤です。なので、先ほどの抗がん剤は辛い入院してずっと点滴打たなきゃいけない吐き気がとか脱毛があって苦しんでる時よりは、お家で家族と生活しながらお薬を飲みながらがんの増殖を抑えることができることになります。だからがん細胞、がんが治るだけじゃなくて QOL もどんどん上がってるっていうのがこの分子標的の発展によってなされていることかと思います。で、ちなみにこのソトラシブ、これは2022年ですから今年ですね、薬価が決まった一番新しいお薬なんですが、1錠4000円ぐらい、1日3万円ぐらいの薬価になっております。もちろん保険とか高額医療費とかの負担はありますが、でも、このお値段、お薬の値段を考えてみても、効く人にちゃんと効く薬を届ける。この薬が効かない人にこの薬を投与してはいけないっていうのがとても大事なことだと思います。なので、遺伝子診断がとても大事なことだと思います。で、我々は、この遺伝子のターゲットをいろいろ研究していて、この表が縦がどんどん伸びていって、まあ、製薬会社の開発でこの選択肢がどんどん増えていくと、治療も良くなって、まあ、患者さんが楽な治療ができるようになるのではないかと思っております。で、本日をまとめますと、まず肺がんはならないのが一番なので予防しましょうと。まあ、検診も予防の一つだと思いますし、禁煙も当然予防です。で、肺がんの薬物療法は多岐にわたって、しかも分子標的薬は毎年のように変わってますので、肺がんになってしまったっていう時にあまり悲観にならずに、こう、いろんな先生、まあ、主治医の先生に相談して、まあ、どういう治療が受けられるのかっていうのを、
ちゃんと考えてもらって、まあいい治療を受けれればいいと思います。で、その時にはどうしても遺伝子診断が必要です。で、このお薬には飲み薬がたくさんありますので、まあ入院して家族と離れるぐらいならがん治療なんか嫌だって思う方もいると思うんですけれども、まあ治療をしながら家族と普段の生活ができるっていうこともありますので、よくお医者さんと相談して、自分が最適な治療が受けられればと思います。まあ、こういう分子標的薬、今紹介できたのはこれだけなんですけれども、もう毎年毎年変わっていますので、もう学生も毎年試験が変わってしまって大変な思いをしてやってるんですが、まあ患者さんにとっても、まあいいんじゃないかなと思うし、我々研究者はこのような薬が増えていって、ターゲットがこういろいろ見つかって、がんが治る、まあ治るか、うまく付き合ってコントロールできたまま、長く患者さんが QOL を保って生きられる日が来るのを心待ちにしております。以上です。ご清聴ありがとうございました。最後に、日本社会事業大学の発表です。尊厳をもって安心して暮らせる社会の構造、構築、がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する日本社会事業大学社会福祉学部高橋幸雄教授、お願いします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました、日本社会事業大学の高橋と申します。本日は共生アカデミアでの発表の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。まあ、拙い発表となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。私自身は、大学では、普段、医療保険ですとか、年金ですとか、まあ、介護保険などですね、どちらかというと制度の方を中心としまして、まあ、社会保障の、まあ、全般を担当させていただいています。社会保障、まあ、医療とか年金の保険だけではなくて、まあ、公衆衛生も含みますし、それと一体となる、まあ、医療の提供体制でしたり、それから先ほどお話ありました、まあ、お薬の、開発、それから認可、保険適用など、まあ、実はいろいろな、幅広い、射程を持っております。まあ、そういった意味で、本日は、まあ、社会事業大学の取り組みの方を中心となりますが、まあ、私の、個人のこの専門にやっている中身といいますよりは、大学全体としての取り組みの方ですね、ご紹介させていただければと思います。で、テーマの方ですね、尊厳をもって安心して暮らせる社会の構築とありますが、実はこの題名ですね、国のがん対策基本計画の柱の一つから取ってきています。これまで、飯野先生、それから鈴木先生のお話にもありましたように、まあ、がんですね。まあ、やはり時代の変化の中で、まあ、告知、ね、疾患としっかり向き合う。それからその治療法の方も日々変化していっております。で、その中で、やはりそのがんとのこう、ね、治療、それから生活をどう向き合っていくのか。で、ちょっと資料の方には、ここまで書いていなかったんですけれども、国の政策の方の中でも、がんとの共生というキーワードも出てきています。それだけ、やはり長く、もちろんそれぞれの症状によって、まあ、まさに個別性が高いものですので、それぞれの方によって、異なってきますけれども、やはりこう、平均的な、この標準的な治療法などで見ていくと、やはり長く、まあ、付き合っていくというところがあります。その中で、その癌との共生、癌との向き合い方、こう、どう、ね、癌をこう、コントロールしていくか、向き合っていくのか、まあ、それを生活者、まあ、社会福祉の、大学でございますので、まあ、生活の視点などを中心に、お話をしていくといったのが、まずこの狙いでございます。はい。で、項目としましては、まあ、そういった
中身、主にこの2番目の方でちょっとお話しさせていただきますが、まあ、入り口でちょっとね、がんの統計についても確認をして、まあ、入り口、ちょっとがん、大きくがんと捉えるところもありますが、これまで、乳がんのお話でしたり、肺がんのお話あったと思います。もう少し、どんながんがあるのかとか、まあ、どういった年齢とかで、その、罹患率が高いかとか、少しイメージを持っていただいた上で、まあ、ご自身のところ、こう、いろいろな生活や身の回りの方に、こう、引きつけて、まあ、考えていただくきっかけに、まずはできればなと思っております。はい。まずは、がんの統計でございます。先ほどの鈴木先生の資料と、重なるところにはなりますが、ちょっと改めて、紹介させていただきたいと思います。ですね。まあ、がんの統計、ね、いろいろまとめられていますが、そのうち、罹患率、まあ、どれぐらいの方が、がんに、かかられていらっしゃるのか、まあ、統計まとめられています。で、先ほどございましたように、男性、前立腺、胃、大腸、肺、肝臓の順番になっています。それから女性につきましては、まあ、乳房、乳がん、大腸、肺、胃、それから子宮がん。まあ、この順番になっておりますが、まあ、全体の数としましては、2018年で、全体では98万856、男性では55万8874、女性は42万1964、まあ、これだけの症例数が、出てきているというところでございますが、これを少し、詳しく見ていければと思います。と、年齢別、それから、がんの種別で、少し分けた、罹患率のグラフです。どれだけの方が、かかられていらっしゃるか、診断されるかというところでございますので、死亡率ではなく、この入り口の罹患率の方になっています。で、青のグラフ男性で、赤が、まあ、女性ですが、それぞれこう、ちょっと経年の変化はわかるもので、こう2018年、2000年、1980年と、ちょっと3つありますが、今回はこの直近の2018年の数字の方を中心に、見ていければと思います。で、がん全体で見ますと、女性20後半ぐらい、まあ、30、こう、かなり、まあ、若い段階から徐々に上がっていくっていう傾向があります。で、これに対して男性の方は、まあ、30代ぐらいから少しずつ上がるんですけれども、まあ、上がり方が比較的緩やかで、50歳ぐらいからこう、急激に上がっていく。まあ、これが、がん全体で見た時の傾向となります。で、これを、がんの部位別で見ていくとどうなっているかというと、まず食道がんですと、まあ、30過ぎぐらいから徐々に増えていき、で、やはり40、35、40ぐらいから、まあ、女性も増えられるんですが、男性の方で一気に上がっていくと。これが食道がんになっています。続いて、胃がんの方ですが、胃がんについても、やはり、まあ、20後半、30ぐらいから、まあ、じわじわと上がり始めて、で、女性の方もこう緩やかに上がっていくんですが、やはり男性の方で40過ぎ、まあ50を超えると同じように上がっていくと。で、続いて大腸につきましても、まあかなり似た傾向がありまして、まあ30過ぎぐらいから徐々に上がっていき、まあ女性の上がり方もありますが、男性の方、まあ他の、まあ胃がん、食道がんなどが50歳ぐらいから急激に上がるのに比べて、まあもう少しちょっと緩やかかもしれませんが、やはり45、50、まあ55過ぎ、60にかけてぐっと上がっていくというような傾向が見られます。で、前立腺の方につきましては、これはかなりこう30代前のこの辺りですね、30代ぐらいからじわじわ上がっていくのに比べますと、まあかなり低いレベルで留まって、45を過ぎて50ぐらいから
一気に上がっていくと。まあ、こういったがんによって、やはり年齢ごとのこう特性というところが、やはり見えてくるところであります。で、女性のがんにつきましては、まあ、冒頭で、同じ、サバイバーの方の発表でも出ておりましたが、やはり20代前半から、まあ、上がり始めて、やはり30代ぐらいから、もう一気に上がっていくと。ですので、先ほどの男性のその50、40代、まあ、50代間に比べて、まあ、かなり早い年齢というのが言えるかと思います。で、子宮がんにつきましても、さらに、この、上がり始めるところ、まあ、10代後半から上がり始めて、まあ、20代ですね。まあ、このあたりからやはり大きく上がっていく。で、卵巣がんにつきましては、さらに、まあ、こちらの方はかなり若い段階から、じわじわと上がっていきますが、やはり、まあ、20代、30代。まあ、このあたりでぐっと上がっていくというところになります。なお、ちょっとグラフですね。これ、発生率で、罹患率の方でこう見ていまして、人口10万に対する、患者数です。で、グラフ見ていただきますと、ここ100になっていて、乳がんの方は300とかですので、完全に同じ数字ではありませんので、本当はこう縮尺をちょっと変えないといけないというところはありますが、おおむね、どういった年齢、どういった特性があるのかという、こう、傾向をつかんでいただく、資料として、まあ、ちょっとお目通しを、まあ、ご覧いただければなと思います。まあ、こういったように、こう、がん全体で、見た時の統計というのはもちろんありますけれども、合わせて、その性別、それから年齢によって、やっぱり、罹患率高くなってくる、がんの種別、やっぱり変わって、参りますので、もちろん、他が、心配しなくていいということではないんですが、特に注意するがんの種別、まあ、これ異なってきますし、まあ、がん全体をもちろん見ることも大切ですけれども、まあ、種別を、こういった形で見ていただくと、まあ、より、この方には特にこういうことと、まさに個別的にこう見ていく上での、こう、きっかけに、なるのでは、ないかなというふうに思いますので、まず最初にですね、紹介させていただきました。で、やはりこういった形でいろいろな年齢で、それぞれそのがんとのこの関わり、まあ罹患の発生というのが、いろいろな形で出てくるわけですが、後半は、このがんとの治療、それからがんとの暮らし、最初にお話しさせていただきましたが、ある意味、癌とどう付き合っていくのか、まあ、共生しながらうまくこう、コントロールする方向になんとかこう、抑えていく。それは昔に比べてどんどんその期間が長くなっておりますので、それを、支える人々のちょっと活動についてご紹介をできればなと思います。まあ、本当に診断されて、された方、まあ、いろいろなお気持ちがこう、押し寄せてくる。中で、やはりこう付き合っていく時間が長くなってくるということは、やっぱり短期戦ではなくて、まあ持久戦になるわけですよね。で、すごく、立ち向かうっていうことも大事ですし、合わせて、まあ少し息を抜きながらということではないんですけれども、長い、この道のりを、まあ時間をね、かけながら、うまくコントロールしていく、まあそういった術を、やはり、必要になってくる時代にやっぱりなっており、まあ、いるかと思います。で、それを、こうね、支える方々と、スタッフと、まあそういう位置づけで、見ていただければと思います。で、まず、冒頭に紹介させていただきますのが、国立がん研究センターのがん情報サービスです。まあ、看護大様のお話の中にもありましたけれども、まあ、国の、研究機関の各分野のこのトップですね。まあ、総本山的な、医療機関、ナショナルセンターと呼ばれるところの、まあ、がん分野のところですが、そこのがん情報サービスというのが、ございます。で、このがん情報サービスの中、まあ、ホームページをご覧いただきますと、がんと診断された、まあ、あなたに知ってほしいこと、まあ、こういったページ、それからリーフレット
の方も、設けられております。やはり、がんと診断されますと、様々な気持ち、本当にいろいろな形で押し寄せてくることかと思いますが、やはりその際、確かな情報や、しっかりした、根拠のある、情報というのが、大切になってくるわけです。スライドにはちょっとこれ、記載しておりませんが、まず、主治医の先生からの情報、これが、診断や治療に関しては、やっぱり最も重要な、情報になります。主治医の先生がそれぞれの方にとって、どのように対応するのが医学的に一番良いのか、まさに医学の専門家として、責任を持って、提案していただけるわけですので、まずは主治医の先生の、説明、お話を、よく聞いていただくことが、大事かと思いますし、そしてそこで、知りたいことがあった場合には遠慮せず、聞いていただくということがやはり大事なのではないかなと思います。それからいろいろな情報につきましては、やっぱりインターネットの中に、本当に様々な情報が挙げられております。で、その中には、まさに日々その治療法などお薬も進化しておりますので、すでに使われなくなった、古い治療法や情報ですよね。それは、また後の個別化がどんどん進んでいる中で、ある方にとっては非常によく当てはまるけれども、その情報を探していらっしゃる方には当てはまらないものと、そういうものがありましたり、そもそもその効果や科学的に効果が科学的に確認されていない情報とか、いろいろな情報がやはり混在してしまうわけです。で、自分に合った、確かな情報、これを見つけ出すっていうのは、非常に、ちょっと難しいかもしれませんが、だからこそですが、この国立がん研究センター、まさにホームページの方で確かな、根拠に基づいた、情報を提供する、確かなバックグラウンドがある、研究機関が届ける情報と。ということで、この、がん情報サービスなどを、やはり、インターネットでいろいろ情報を探される場合には、確かな、入り口ということで、こういったものを参照していただくといいのかなと思います。はい。で、その中で、がん相談支援センター、がんと診断されたあなたへ、それから相談支援のお話などありますので、この後触れさせていただければと思います。で、それでは我が町、清瀬で、自分らしく暮らすにはどうするのかというところでございますが、この点についてはですね、当学の、日本社会事業大学の鶴岡先生が、司法のインタビュー、ですね。別の動画で、詳しくお話しいただいておりますので、ぜひそちらの方をご参照いただければと思います。鶴岡先生、在宅診療の医師として、現に、診察に当たっていらっしゃるのとともに、我々の大学、福祉系の大学でも、特に専門職の大学院の方で教鞭を取られていらっしゃいます。で、まさに鶴岡先生、ご自身が実践されていらっしゃる通り、在宅医療、医師だけではなくて、看護師、薬剤師、その他にもさらに、介護や福祉の専門職、これまさに連携してチームで作っています。で、患者や身近な人をチームでケアしているのが特徴になっています。で、社会福祉士、福祉の分野の資格を持っているものも、医療ソーシャルワーカーとして、地域資源、地域にどのような、介護や訪問看護の方々でしたり、いろいろな薬局の方も、訪問薬局の方ですね、まさに、在宅での治療と生活を支える、どういう人がいるのか、というのを、調整していく、こういった仕事を行っているのが、医療ソーシャルワーカーの方にもなります。そういった、メンバーの方を、養成していくのが、この社会事業大学のお仕事でもございます。
で、そういったこうチームでの、ケアを通じて、まさに個々の方々の生活に合わせた、生活の質、暮らしぶりをこう良くしていく。それを、社会福祉ソーシャルワークの世界ではウェルビーイングというふうに言っておりますが、それをこう向上させていく、こういう取り組みを行わせていただいております。鶴岡先生ですね、医療はいろいろな多方面で、活動されていらっしゃいますが、映画のこの命の停車場といった映画の方も医療監修をされていらっしゃいます。で、この中ですね、いろいろなこう命との向き合い方というのを触れられていますが、やはりがんが大きなテーマになっておりますし、一つの事例だけではなくて、いろいろな、小児のケースでしたり、まさに現役期の方、それから、ご高齢になってからの方と、いろいろなこう人生の節目での、人生のライフステージの中でのいろいろながんとのこの向き合い方というのが、この中、すごく描かれておりますので、機会があればぜひご覧いただければと思います。はい、続いて、ピアサポートです。こちらの方は、当学の小原先生の、ご活動のちょっと紹介になりますが、当学の社会福祉学部で、まさに医療ソーシャルワークの関係などを教えていただいているのと合わせて、厚労省、国のがん対策推進協議会の委員の方でもご活躍をされていらっしゃいます。また、国際活動の方もですね、いろいろ取り組んでいらっしゃいまして、国際ソーシャルワーカー連盟のアジア地域の、会長にも就任されて、国際的な活動にも携わっていらっしゃいます。で、ご活動自体は、そういった国際的なところという、大きな政策のところもございますが、合わせて、主に、ご活動いただいているところが、この、がんのピアサポートですね。がんを自身が体験、もしくは家族として体験された方の、この支え合いということですね。もちろん、いろいろな形の、この専門職の支援というところがございますが、やはり、その当事者、患者、それから家族でないとわからない、いろいろな不安や、それから、気持ちのところですね。そういったところを、まさに、当事者自身の、サポートとして、取り組んでいくと。それをこう支えていく活動の方ですね。はい。で、そのピアサポートを、じゃあ専門職が、どうして支えていくのかというところになりますが、先ほど触れさせていただきますと、こう当事者ないとこうわからないところというところはもちろんありますが、やはり、ピア、お互いにこの相談をする、支えていくというのは、支える方にもやはり、大きな負担がかかりましたり、やはりいろいろ難しさも当然伴ってまいります。そういったところをうまくこうサポートすることによって、当事者の力を最大限、それから専門職の力をうまくこう組み合わせて、一番いい支援ですね。当事者もある意味、その疾患についてのプロであるわけですので、その力をこううまく組み合わせていく。そういった取り組みの中で、患者、家族の皆様と、それから専門職が、これが連携して、支えていく。こういった取り組みが、このピアサポートの方になってまいります。それから少し視点が変わりますが、企業における取り組みというのを進んでいます。社会事業大学にご縁のある企業様のちょっと例を紹介させていただきますが、やはり企業の皆様の中でも、事業経営の中でも、健康課題、従業員のその健康のあり方というのが、企業の存続やこうあり方にやはり直結する、そういった考え方、健康経営という考え方、が、やはり広まってきております。やはり、組織、人で支えられておりますので、その健康が、企業の、健康度にも、経営にも、やはり、
直結するんだ。まあそういう考え方かと思いますが、こういう考え方が広がる中で、まあ合わせて、まあ近年のこの働き方改革の方も大きく進んできているところがありますので、それと健康づくり、まあセットで、取り組みが進められております。で、さらに、まあ企業として、まあ事業主ですね、管理者、雇用者側でこうできる取り組みと、実は健康保険の方でできる取り組みが、まあそれぞれ、少しね、分担というか役割分担でしたり、すぐにはこうね、情報がこう共有できなかったりっていう、ね、個人情報の壁などもありますので、そういうルールがあるんですが、そういったルールを、まあうまく、ちゃんとした手続きを経て、共同して、まあ取り組みを進めましょう。まあこういったコラボヘルスといった考え方の方も進んできているところであります。で、がんとの関係で申し上げますと、やはり予防の部分、そのがん検診のところの部分があります。急性子様のそのがん検診の取り組みもあるかと思いますが、自治体の皆様本当に大変かと思います。職域部分がなかなかその把握できないっていう、まあ構造的なちょっと課題がある中で、ですのでまあ、実際よりも低めに出ちゃうところがちょっとあるかと思いますが、逆に、実際カバーされている方は、この職域、企業様が提供している検診の中でも、まあ、比較的多くあると。で、通常のその法定の定期検診に加えて、まあ、オプション検診ですね。補助を出している場合が多くあるかと思います。で、この企業様でも、まあ、婦人がんでしたり、で、胃がんは30歳以上。で、大腸がん35。前立腺50歳以上。で、このあたりの、年齢、なぜ区切られているかというと、冒頭にご説明、ご紹介させていただきました、罹患率がやはりこう対応しているところになるわけですよね。ですから、こういったこう憲法、それから事業主の方も、やはりそろそろ、やっぱりこのあたりをしっかり見た方がいいんじゃないっていう、まあ、メッセージでもあるわけですので、まあ、こういったところに、こう、いろいろなところから、反映されていると。検診の機会したり、そろそろ、この年齢になると、このがんを注意した方がいいんじゃないですかっていう、こう、メッセージが、実はいろいろなところに、入っています。ということのご紹介でございます。先ほどが事前のところですが、がんとのこの、治療の長期化、それから、まあ、5年生存率の、まあ、その上昇などもありますけれども、治療しながら仕事を続けるっていうことも、これはもう、かなり日常的なことになってきているかと思います。で、これは先ほどのがん情報サービスの、がんと診断されたあなたに知ってほしいことの中にも、この治療との、この、両立の話はテーマになっています。で、ちょっと今回スライドではご紹介しておりませんが、企業様でのこう取り組み、こう復職の支援でしたり、その手術期間中のいろいろなサポートですね。職場に出れない時でも、その継続的につながりをこうフォローしていくといった様々なこの取り組みが進められておりますので、ね、がんを支えるって言った時にどうしても専門職、の、方が、こう、中心になるかもしれませんが、こう、暮らしのところを、こう、実際に、まさに、がんとの共生を考えていくときには、実は、企業の方でも、いろいろな、こう、サポートの取り組みっていうのが、少しずつ、進められているというところを、ちょっとご紹介をさせて、いただきました。はい、全体としまして、まあ、社会事業大学、まあ、福祉、それから生活者の視点の方から、まあ、主に、まあ、我々の大学の方で、関わりの深い、まあ、取り組みの方を紹介させていただきました。まあ、少しお話が散漫になったかもしれないんですが、まあ、お伝えしたいなと思っておりましたところは、やはりその診断されるまで、その普段の暮らしの中では、まあ、なかなか気づく機会っていうのはないかもしれないんですが、実は、様々なメンバーで、それは専門職もそうですし、当事者、サバイバーの方々もそうですし、企業もそうです。様々な人が支え、また当事者も
いらっしゃいますので支え合っているわけですよね。がんの治療、それからがんとの生活、まあ、治療法が、ね、改善されていき、まあ、本当に長い道のりになってきております。で、その長い道のり、やっぱり一人じゃないっていうことですよね。いろいろ支える人がいて、まあ、支え合いの中で、まあ、そういった暮らし、がんとのこう向き合い方っていうのが、まあ、進められる、まあ、世の中になりつつあるわけでありますし、社会事業大学の方も、その取り組みの中で、まあ、微力ではございますが、力を尽くさせていただきたいと考えております。それではご清聴ありがとうございました。発表を以上をもちまして終了させていただきます。